春の日差しを浴びて家族が公園にレジャーシートを広げるそんなささやかな幸せをつかむために彼女は一体どれほどの代償を払ってきたのだろう小川さゆり27歳幼い頃から 歌が好きだったという彼女はそんな家族の光景におそらく道行く人は気づかないだろうこの優しげなお母さんがまさか

統一教会という名前が具体的に報じられるようになっていく中で私の胸には何かが芽生え始めました子供がいる一人の女性として顔を出して発言することでそういう生身の人間が被害に遭っていたということを知ってもらえれば問題の深刻さが世の中により伝わると考えました あれから8ヶ月、マスク一つで顔を晒し続けた彼女は今どんな暮らしをしているのかか、ね、かぼちゃが好きで <laughs> かぼちちゃゃがが好好ききで大部屋の特徴を徹底して隠すことを条件に家族の日常を初取材。人間小川さゆりの素顔に迫った記録が今明らかになる。 取材当日の朝はせわしなかった息子を保育園に送りやっと自分の朝食にありつけるかと思いきや彼女は突如髪を整え黒いジャケットでパソコンに向かった寝不足が続いているのかもしれない。 少し疲れた表情を浮かべながらもスイッチが入るとみるみる表情が変わっていくこの日はさまざまな宗教2世が参加する国体ヒアリング小川さんはその場にリモートでの出席を求められたのだ英語の証人のおきの中では決してそれは許されない罪であったために。 排斥の検討の対象となりその時私は自ら断絶という選択を取りました自分とは全く違う宗教しかしその残酷さに眉を潜めるとお母さゆりです。 あの今、ヒアリングを聞いていて、すごく本当に胸が痛かったんですけども、エホバの証人なんですけども、40年前のその輸血の事故があったにもかかわらず、現行法で全く解決されていない問題、一番はやっぱり子どもが巻き込まれているっていうことが私は問題だと思ってるので、こなシェルター、そういう場所があったら、私はいいなと思いました。以上です こうして1時間のヒアリングを終えると彼女から戦いの眼差しは消えやっと自分の朝食に戻ったかか餅を水に浸しレンジにかけて食べるのがお気に入りらしい 毎日がなんかお正月みたいな気分にそこに冷蔵庫の残り物を加えるのが朝食の定番だというとこの日はこれわざわざでも夫が買ってきてくれて <laughs> 大好物だという刺身の妻ずっと貧乏性が抜けなくてと 彼女は笑う。いや本当にこんなんなんで。包み隠さず。麦茶の飲み方も独特だった。二三割入れて <laughs> 水で <laughs> でこれ飲むって感じ。生まれた時から我慢には慣れっこだったという人生。 両親は二十代で統一教会に入信し合同結婚式で結ばれたカップルだったさゆりさんは六人兄弟の三番目彼女とその兄弟のように信者同士が教祖の祝福で相手と巡り合い生まれた子供は「祝福二世」と呼ばれ神の子 つまりれれなきき存在と教え込まてて育ってきた。しかしその実態は見た目が明らかにも貧しく見えるし上下ピンクのパジャマみたいな格好とか、うん、髪の毛もおかっぱ頭で後ろが剃られてたりとかいかにもあのあ貧乏なんだろうなって見えるような服とかのもの。 なんかマジックで名前消されて、ね、名前書き足してるとかでみんながこう新しいの買ってもらってんのに今にして思えば家のお金はそのほとんどが献金に消えていたのだろうと彼女は言うしかしそんなこととは知らぬまま 貧乏を同級生ににかからかわれるるようになるとだんだんそういうことはあるから自分自信なくなってって思春期とかになってもいじめやすい対象になっちゃっていじめを受けちゃってとかだが旧統一教会の信者である自分たちだけは特別と教えられてきた彼女はそれも仕方ないこととより宗教に居場所を求めていく。 そして人間が責任分担を果たして愛の試練を乗り越えて地域の教会長だった父は小川さんが熱心な信者になっていくことを誰より喜んだというこれはそんな父に褒めてもらいたくて出場した旧統一教会内のスピーチコンテストの様子 そして人間が責任分担を果たして愛の試練を乗り越えて誠の愛を完成させてこそ神様の理想すなわち天一国ができますその堂々とした様子からはいかに彼女自身が教会にのめり込んでいたか見えてくる「可能性を持った存在」「神が全てを想像して」 植物も動物も人間もそして今すぐの御ことも与えてあとは人間がそれを守りさえすればすべて完成していたのですしかもこのコンテストで全国2位となったさゆりさんさらに競技を極め親と同じ祝福結婚をするため高校3年生の時 修練会という合宿に参加するがそこで全てを変えてしまう出来事に遭遇する尊敬していた先輩からセクハラを受けたというのだそもそも祝福前の男女関係は地獄に落ちると聞いて育ってきただからこそこれまでも 必死で人を好きにならないよう自分をコントロールしてきたはずなのにところがそう言い聞かせてきた母親は彼女にこう言い放ったというこの世に起こることはすべて霊的なことが問題になっているのまるで人事のようにサイリさんに悪霊がついているから そんな問題が起きたたのだと言った母。脱会を決め実家を飛び出し一人暮らしを始めたさゆりさんだったがそもそも両親が旧統一教会で出会ったからこそこの世に生まれた彼女にとってそれを否定するということは自分自身の存在を否定することだった。 そんな葛藤が心を蝕んだのか彼女は精神の不調を繰り返すそんな時出会ったのが夫の諒さんだったそうあの日の会見で裏方を取り仕切りごめんなさい少しショッキングな内容ですので代わりに僕が喋らせていただきます今旧統一教会の方からメッセージが届きました。 ここには彼女の両親の署名が入っています旧統一教会から届いた「会見を中止せよ」というファックスを読み上げた人物である出会った当時両さんは彼女の振る舞いに戸惑ったというあの神社とか行くじゃないですか別に神様信じてるわけじゃなくてもなんか、ね、目つぶって手合わせて。 いろいろ考えたりするじゃないですか。最初、それがすごい。できなくて。何か、こう。神様にお祈りするっていうのが、怖くて、できない,っていう。で、お金を。宗教に、何か取られるのが嫌だって言って。お賽銭を、こう、全然。投げれなかったんですよね。いや、最初、背景聞くまで、全然分かんなかったですね。それでも。彼女の生い立ちに触れ。 その純粋さに惹かれていったという亮さんやがて二人は結婚を意識しさ百合さんの両親に挨拶に行ったのだが私たち統一教会の人間は一般的な結婚とは全く違う神様に認められた本当の結婚なんだだから君たちにも祝福結婚を受けてほしい それはつまり亮さんにも旧統一教会に入れということだったそう旧統一教会には家族の一人が堕落してしまうと本人だけでなく家族の皆が天国に行けなくなるという教えがあるそんな中信者ではない男性を連れてきた娘すると父は。 分かった。じゃあ出会えた証に乾杯しようそう言って母に目配せすると母は何やら少量のワインを持ってきたというそれを見たさゆりさんはちょっと待ってよお父さんこれ清酒でしょ激怒したという一体なぜだったのか これは統一教会の聖酒って言われるものでこれ飲むと血統が転換されたりっていうことをちゃんと説明すればいいのにつまり信者ではない梁さんに黙って聖酒を飲ませることで血統を転換しようとした父そういうなんかちゃんと段階を踏んでしっかりと説明しなきゃいけない部分とかをなんか逃げちゃう そういうずるいところずる賢いところとかが嫌です本当しかし彼女の怒りを理解したリョウさんは私はこのお酒を飲んだところで血が転換されるとは思いませんので飲んでも構いませんしかし彼女の同意なしで飲むことはできませんそうきっぱり断ったのだ 挨拶こうあった記念にってことで出されたものだったので別にその気持ち自体受け取るのはなも問題ないかなと思って飲もうとは思って行ったんですけどどうしてもダメだっていうんでまあなかなか折り合いがつかなくて歓迎してもらってる気持ちだけ受け取りますけれどもまあ彼女がこう言ってるんでちょっと今飲めないですっていうことでお断りして。そんな 諒さんのバランス感覚が不安定だったさゆりさんの心を落ち着かせたのかその後さゆりさんは小さな命を授かり二人は結婚を決意するそれは大きな不安も伴ったに違いない決して幸せではなかった子供時代を歩んできた自分が本当に子育てできるのか でもこの人と一緒ならきっと乗り越えられる我が子に寂しい思いは絶対にさせないご飯とかもそうだけどなんかそういうところを手を抜いたら本本当に本末転倒だなってそして彼女が宿命と心に決めた

そんな彼女がマスク一つで宗教二世を名乗れるのもまたこの命を授かったからだ信者ではない男性と恋をし子供を産んでも地獄になぞ落ちなかった「そんなバカな」と人は言うかもしれないけれど彼女は真剣にホッとしたという。 そこまで追い詰められてきたのだだからこそ旧統一教会を脱会しさゆりさんが掴んだかけがえのない幸せだからこそありのままのこの子そのまんまのあなたがすごい尊いんだよっていうこと私もそうされたかったと思いますし。 この子が自分で決めた道を歩けるように。さゆりさんの人生は今始まったばかりだ。